はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは本日は、はい、こちらですね、そうめん歴、通称エイトクルス制度、これをやっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、なんか、フリー対戦でそこそこ勝てたんで、ランク戦に切り替えます。はい、7枚でキープ。どこから行こうかな。はい、追われる商人から入ります。はい、神聖刃出してアタック。はい、ターン終了。はい、グレンジュ。さあさあ、ピンチだ。まあ、とりあえず一体で殴ります。さあ、二体出して、はい、ターン終了。土地も欲しいし、さあ、土地が来た。はい、救助犬。アルセイド出すか。アルセイド出そう。はい、はい、ターン終了。溶岩コイル。まあでもちょっとプロテクション赤つけとくか。はい、ターンもらいます。お、来ましたね、ありがたい。はい、紋章機白。こいつが鬱陶しいな。早めに崩していくか。はい、アタック。はい、批判家視察。舞台照らし。もうショック。もうそこにショックを打つか。さあ、これで殴っていく。
くか。殴るのもなんか殴りにくいな。一旦待とう。はい、ターン終了。はい、三河市。はい、舞台テラス。おお、なかなか、アレなカードが出てきましたね。殴り合いでいくか。はい、紋章機。さあ、アタック。まあ、神聖刃は、しゃあないね。もう、両方でもブロックしないとダメですもんね、これね。さあ、残りライフ1。ガードラク。さあ、あと1体、なんか出せるか。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。7枚でキープ。すごい猫率。はい、猫。おお。猫猫で行こうか。はい、猫猫。さあ、アタック。さあ、次のターン土地を引いてほしいな。栄光の召喚で一気に殴っていきたいですね。さあ、土地を引かない。はい、神聖刃。あ、なんか状況あったかな？先に殴っちゃえばよかったか。アタック。追放するか。まあ、しゃあないっすね。おお、不吉な戦術。前に使ってましたけど、珍しいっすね。わあ、土地を引かない方向で来るわけか。もうこうなると、めちゃくちゃ厳しいんだよね。4枚揃っちゃったけど、何なんだろう。これは厳しいね。もう勝てないよ、こうなると。事故はやめてほしい、本当に。異常に引かないときは引かないからね、アリーナ。わあ。始まった。アリーナ病始まった。これは勝てない。はい、ターン終了。もう土地1枚引くだけで勝てるやつがね、もう引かないんだよね。アリーナ病。はい、真夜中の死神。もうさすがに土地引いてくれよ、本当に。おお、来た。はい、紋章機。アタック。
そこをブロックしてくるか。しかも、なかなか攻めてきますね。残りライフが1、ターン終了。まあ土地さえね、来てくれば、ればっていう感じですね。もうハンコン。しかしこれはもう押し切れそうですね。はい、村の儀式。はい、対戦ありがとうございました。はい、7枚でキープします。さあ土地を出して、あ、こっちから行こうか。はい、猫。殴ります。でターン終了。まあどっちかですかね、その次のターンで。おお、テフェリー急砲、まあ、片っぽね除去されますけど仕方ない。まあ後打ちができないんでね、しゃあないですね。紋章機から入るか。はい、紋章機。はい、救助犬。はい、アタック。はい、ターン終了。向こうエスパーコントロールですかね。まあ全体除去は入ってそうですね。まあ全除去やっても2体は残るんで問題なく殴ってはいけそうですけど。はい、ターンもらいます。さあここでどうするか。栄光の召喚を打つか打たないか。まあ栄光の召喚出しましょうか。さあアタック。屈辱。はい、オッケー。全除去ないんじゃないかな。はい、救助犬。はい、ターン終了。ただ次のターンで押し切れないのが厳しいな。はい、ナーセット。さあここでナーセットをどうしようかな。無視して殴るか。まあ無視して殴った方がいいか。さあアタック。はい、ターン終了。まあアーデンベール城からトークンも出ますし、絶滅の契機が来ても大丈夫か。トークン1体2体いるんで4点。はい、ケイヤの怒り。はい、救助犬いけねえに捧げて、急
救助犬守るか。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、お相手赤タン、はい、追われる商人、神聖刃で殴っていくか。おー、グレンジュか。はい、ターン終了。はい、焦がし吐き。いや、向こう揃ってきましたね。うわ、めっちゃ揃ってきたな。で、ターンもらいます。まあ、それでもなんとか突破しにくくしていかないと。最悪の更新、はい。はい、急行。はい、ターンもらいます。はい、エルズペス。さあ、全体強化引いてほしいですね。はい、ターンもらいます。お、いい感じで引きました。栄光の召喚。I am proud of my comrades. ついでにアルセイドも出すか。はい、アルセイド、5体。はい、ターン終了。はい、熱烈な勇者。はい、6体。とりあえず一体殴っていくか。まあ、一体と言わず二体殴るか。まあ、三体殴ろう。はい。クリーチャー出すか。はい、マックス出して次のターンフルパンですね。はい、ターン終了。これがえぐい。えげつない、えげつない、えげつない。グレンジュがめっちゃ強くなる。
再解決。ハイパス。まずこれをブロックして、ブロックブロックブロック、これもブロック、あ、間違えたな、こいつだな、ここでブロック、これで何点通る、2点通るか、2点4点、はいブロック、はい、ターンもらいます。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。はい、追われる商人、はい、生皮収集家、はい、アタック、さあ猫とアルセイド、はい、辟境生まれの保護者、はい、紋章記、はい、白、まあ、全員でいきましょうか。ある程度ブロックされるかな、ブロックされない、はい、追われる商人、おお強行突破、はい、栄光の昇華、さあアタック、さあこの動きが強いですね。こっちのクリーチャー減らないんで、はい、ケラトプス、はい、紋章記、さあエイトクルセイドの本領発揮って感じですね。さあアタック、はい、ターン終了。あ、今、あ、でもダメか。どっちにしてもプロテクションつけようがないんですね。はい、ガラクの先ぶれ。あー、強行突破なんかあったっけ？何にもないですかね。はい。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあそれではデッキ紹介いきたいと思います。はい、そうめんデッキということで、名前の由来はまた概要欄の方に貼っときますんで、よかったら見てください。はい、それじゃあ、堅牢な盾仲間が4、駐屯地の猫が4、追われる商人が4、無視の救助犬が4、命の恵みのアルセイドが4、急砲が2、歴戦の神聖刃が4、バスリケットが1、栄光の昇華が4、紋章記が4、太陽の宿敵エルズペスが2、アーデンベル城が4と平地が19ということでね。バスリケット増やそうかなとは思いましたね。バスリケット増やして土地1枚減らすか、神聖刃を減らすか、そっちの方が強いかもしれないですね。まあそこら辺はまたね、好きなように調整してもらえたらなと思います。はい、まあよかったら遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。